ハリバイさん、こんにちは。寛です。ということで今日はですね、グランドスラムが来てました。このグランドスラムのこれね、これね、めちゃめちゃいいんですよ。これ、あのー、まあ、新しいなんかイベントみたいなやつなんですけど、これね、ま、ああの、その、 グランドスラムに出場する選手が使用するキャラでトーナメントに挑戦できるっていうことで、しかもこれギアまでその人と一緒なんですよ。あそうそう、これリアルタイガー出場者の中から一人選ぶと、その選手が大会で使用するキャラやギアで試合ができると。いや、これめちゃめちゃ熱くないですかえ、これあれですよ。強い人の意見を丸パクリできるんですよ。だから自分がそのキャラ持っててギアも揃えることができたら、その人と同じ。 編成で強くなれると。しかも、これあれですよ。リアル大会で戦い方まで見れるんで、マジで自分の編成を見直す、めちゃめちゃいいきっかけになると思いませんか。ほんでね、これ見れるんですよ、この。各編成の紹介は、あのー、コート別に3つずつ編成内容の紹介動画見てみようということで。ほんで、編成内容は大会実況者のドン・トコ・ナウさん。めちゃ強い人ですね。の解説付きらしいです。いやこれでね、グラス属性やったら、こうやって見れるんですよ、出る人の。 やばくないですか例えば、まあ、ある選手って人であればこの,、まあ、この,あのギアスキルとかギアとかキャラとかもこれ動画で見れるんですけどこれ多分 YouTube に飛びますわでここに説明まであるんですよやばくないっすか <laughs> 例えば、まあ、この人やったらあこれドンとこなおさんがここにコメントしてるのかな YouTube 自体には音入ってなかったわ多分さっき見たけどほんでまあ雪属性キャラの3体の雪編成氷氷化ストーマツも作りマス2019年キャラを 控えた雪属性キャラ3人の編成、アスライラインズマイリリカンなど、雪属性を持たないキャラに対して有利に戦える、ほら、戦い方までもう分かると。これセレナでレベル2エッセンスを打つと、アンチストームが発動してしまう点には注意、ほら、もう、自分のデメリットまでちゃんとね、デメリットっていうか、ね、注意すべき点まで教えてくれるんですねやばくないですか、マジで。いや、これマジ、最、最高のやつじゃないですか。 <laughs> え自分のほら、編成をもう、この人たちの丸パクリできるんですよ。だからこれ多分ね、これいっぱいおるじゃないですか。この中で一人ぐらいは全く同じ編成できるっていうパターンあると思うんですよ。あの、まあ、ウェイン残業会長さんはね、あー飛んじゃった。は、まあ、ね、あの全員が主,主力級のチームってことで、もう環境最強のキャラ3体を組んでるっていうことで、 アスらセれなリリカ使ってるんですけども。あの、ま、あそれはね、あの、キャラがいないと真似できないかもしれないんですけど、まあ、他の人もね、多分そういう編成もいっぱいあると思うんですよ。あると思うんですけど、ま、ああの、全員が全員そうではないと思うんですよ。さすがにね、ほら、この、このスピロニュ、スピノルさんとかやったらね、エンマ使ってるわけですよ。刹那桜エンマやったわ。 でもそ,それ強いん <laughs> でも新規開放したエマを中心としたチーム新開放したエマの強力な SSS 状態を中心に戦う編成いかに安全に SS 状態に持っていけるかが重要となるまた SS 後も SSS5 も耐久する PS が必要 PS が必要って書いてるからちょっと使うのは難しいのかもしれないほん削りに特化した桜も協力新規で静桜は削り特化の使うマグナで魅了を聞く相手には削り勝てる編成になっているとか評価だけストーム対策としても桜使えるよってほんで刹那はって書いてるけどあ <laughs> 不明不明らしいですだからやっぱり、まあ、その人の戦ってる映像を見て学ぶこともできるとめちゃめちゃいいじゃないですかこの今までこんなことありました僕 先月、先月ちゃうわ。あの、一年前にあったんかなこういうの。こういうのとかは全然、あの、見てなかったんやけど。いや、今回はめっちゃ見たいってなったよねほんで、この前ね、1位になったタイのキアミ選手の,あの編成なんですけど、まあ、うつろの王の SSS を狙う。SSS で相手の SS の、ね、回数を制限すると。だから多分、あい、あのー、この人は、桜リリカうつろの王でしたね。もうこの編成で、 1> 1位になったんですか,、ね、からんこれがほんまにタワーの編成でやってたかわからないんですけどでも一応ねこれめちゃめちゃ強い人同士の戦いやから多分ねめちゃめちゃ強いキャラ同士で戦うあ,あの本気の編成で戦ってると思うんですよだってウェイン産業会長さんとかもあのめちゃめちゃ強いキャラたち使ってたじゃないですかだから多分あの使ったらあかんキャラとかおらんのやと思うねんあのうん多分これもキャラあかんとかあるんからちょっとわからんねんけどちょっとルールは忘れたんやけどとり,あえず、まあ、とりあえずめっちゃ強い編成ということでやばいそのもうほんまにこの説明入ってるのマジででかい <laughs> 初手ラインズマンリリカでまあ初手は、えっと、GS を使うことでアイドルフィーバー状態維持できるのであ多分あれやねクリスマスキャララケット使ってるんやねほんで削り特化した桜削り特化した桜の率高いな <laughs> みんな桜にはスカルマグナを持たしてるっていうようなことですねやばいっすねシナで品丸選手や桜リリカうつろの王でしたねもうこの編成で 1>, 1位になったんですから、ね。わからん。これがほんまにタワーの編成でやってたかわからないんですけど、でも一応ね、これめちゃめちゃ強い人同士の戦いやから、多分ね、めちゃめちゃ強いキャラ同士で戦う、あ,あの本気の編成で戦ってると思うんですよ。だってウェイン産業会長さんとかもあのめちゃめちゃ強いキャラたち使ってたじゃないですか。だから多分あの使ったらあかんキャラとかおらんのやと思うねん。あの、うん、多分これもキャラあかんとかあるんから、ちょっとわからんねんけど、ちょっとルールは忘れたんやけど、とりあえず,、まあ、とりあえずめっちゃ強い編成っていうことで、まあ、やばいその、もうほんまに、この説明入ってるのマジででかい。 <laughs> 初手ラインズマンリリカでまあ初手は、えっと、GS を使うことでアイドルフィーバー状態を維持できるのであ多分あれやねクリスマスキャララケットを使ってるんやねほんで削り特化した桜削り特化した桜の率高いな <laughs> みんな桜にはスカルマグナを持たしてるっていうようなことですね品丸さんはアスラミュエリリカでしたねやっぱりねアスラとリリカ2人入れるっていうのがめっちゃ強いっぽいですねだからこういうね傾向とかも わかるんですよ <laughs> ほで。ほアスラを中心としたチームということで、特殊状態中、セレナやラインズマリリカ等と戦いやすいアスラとア,シアスラを中心としたチーム、スペシャル封印ラケットを持つことで、ミラーでも優位に立ち回ることが可能だと。ほんで、削り構成のリリカ、デレナのリリカ削り特化に、削りを特化したスカルマグナ編成、お、いいですね。ほんで、ミラーやタイアスラでスタミナ削りが生きると。ほうほうほうほんで、弱点を補うミュウエ、まあ、そうやね、あのー、桜やクリスマス2019年、キアラとか、あとはあのー、 本来、多分これコラボキャラ出えへんのかなあの、本来やったら、新エレンとか旧エレンにも割と、あ、旧エレンは微妙か、でも新エレンには結構勝てるという感じでも、まあ、いい感じですよね、やっぱり。<laughs> いや、この人たちの編成、あっち強いから、ちょっとグラスしか見たいから、ちょっとハードも一回見させて。オバフロミュウェフェイやったわ。<laughs> ま、決戦版ミュウエを中心としてチーム。そうやな、オバフローミュウやからな、ね。決戦版ミュウ,ミュウエを使って戦い続ける編成。フェイなどの多少苦手なキャラにも決戦版ミュウェで勝つ必要があるため PS が求められると。ほうほうほう。で、アーモンドピークで特殊。あ、アーモンドピークはコラボキャラの気にすんな。ほんといいんか。でもなんか巨人とかはおらんかった気にすんな。まあまあまあ。でも、進化をしたアーモンドピークで SSS、ギミックで味方の状態以上無効化できる。おお状態以上を使う相手の場合は設置を狙う。あ、なるほどね。アーモンドピークはおオバフロミュウエを使うためのキャラだけ、キャラじゃないと。 SSS を打って状態以上も期間よりもできるよっていうねただのオバフロー要因ではなかったと <laughs> なるほどねそういう考えなかったねっていうのを学べるんですよやばやばちょっと待って1位の人目をずっと <laughs> えへへへえ青三上シャルでした青ウエシャルで2パターンの攻め方があると決戦版ミュウエかラインズマンシャルロットのどちらでも攻めることができる編成だからどっちも強いということですねトレジャーマンをオス黒いのは決戦盤三エあ いいじゃないですか。トレジャー版オスクロに困っている方は、決戦迷いを使いましょうということですね。ほんで、フェインにはラインズ・ワン・シャーロットなど、相手の編成を見てどちらを中心に試合するかを判断しようということで、まあ 普段トレジャーオスクローどうしようって悩んでる方ね、血栓版ミュウエ入れてください。<laughs> あの4周年版青のは補助役と、えー、血栓番ミュウエのスタミナ剣能役、ああ、オバフロミュウエするためのね、ことね。ほんで、ストームも打てると。こ、ま、の、あね、相手によって灼熱ストームに書き換えて、血栓版ミュウエさらに活かすことも、ああ、そうか、血栓版ミュウエ灼熱属性も持ってるもんね。めっちゃいいっすね。まあ、続いてクレイ。まあ、クレイもね、ちょっと1位だけ見ときたいんですけど、 リーラーエキセ、県勢でしたね。ま、あこの編成は多分、まあ、あ県勢中心の雪編成ということで、そうそう、県勢は完成無効を持ってるから、滑れへんねんよ。あの、雪属性は持ってないのに、滑れへんっていういいところがありますよね。あで、ま、無効できる県勢を使い、コートを評価化させて戦うことを目指すチーム。あの、リーラーも雪属性持ってるし、エクセリアで雪ストーム打つことができるっていうことやね。はい。そうやね。 だから、ケンセイで SSS を先に打っておこうということで、初手、ケンセイで行って、SSS 打ったらめちゃめちゃすごいスピードで SS 止まるから、それでまた、あの、エクセレで SS 打って滑らせてってことやろうね。で、リーダーでケンセンをカバー。初手や対4周年版エレノワにはリーランを使用。うぇ、エレノワにはリーラン使うと。SS 蓄積ラケットを持っているため、早めに SS を貯めてケンセイ繋げることも可能。あ、そうなんや。SS 蓄積ラケット持ってるんや。 まあそんな感じでね、もうこうやって、まあ一人一人見るのは大変かもせえへんけど、これからね、いっぱい買っていく上では、あの、こういうのを見る、めちゃめちゃいいと思いますよ。僕はあの、今から学校なんで今は見れないんですけど、家帰ったじっくり見ようかなとは思ってます。で、まあこのリアル大会がいつあの開催されるかっていうと、まあ10月24日土曜日18時から放送開始ということで、まあ YouTube でやるそうですね。はい。 えっと、24日土曜日はシングルス部門で25日はダブルス部門ということで、まあ、結構目の離せない戦いになるんじゃないでしょうかはどうしようかな土曜のライブ配信 <laughs> まあまあまあ見たいからな何時までするかによるよなまあそんな感じであのめちゃめちゃ楽しみですね <laughs> マジで自分が強くなるためにめちゃめちゃ行かせるこの運営さんがね、儲けてくれたイベントとかコロナに、この情報とかも載せてくれてるのはめちゃめちゃいいと。しかもこの編成とギアで、あの、戦うこともできるっていうことでもうめちゃめちゃもういいですね。<laughs> まあそんな感じで、まああのー、一緒に強くなりましょうという感じですね。ということで、まあ、僕のチャンネルではこんな感じのためになる動画を上げてて、これからも頑張って投稿していこうと思いますので、まあ、チャンネル登録とあと応援よろしくお願いします。ということで、またお会いしましょう。 バイバイ。